たまげた友達、イエーイ、玉がついた友達、今日は玉がついた友達、友達チンコ。はい、今日はまどまぎまみです。本田幸子です、よろしくお願いします。はい、今日は村下幸三です。違うと思う、花の小指です、よろしくお願いします。全然違うと思う、初恋、はい、村下幸三ね。まあいいね、かっこいいよね。なんかデブの石さんなんか死んじゃったんだよな。あ、なんかね、あの昭和歌謡が好きみたいです。好きだね、たまんないよね。わかんないけどね、本当は昭和の人間だけど。カラオケもいいよね。カラオケもいいね、うん、それもいいし、うん、で何話すんだい。じゃあちょっと危ない話をね。やめて、俺別にも言えることないから。じゃあ私の聞いてほしい話が一つあるんだよ。いいよ。昨日の話、昨日ね、私ね、番組の収録だったんですよ、よそでね。で、あの行ったらね、あのそこのスタジオの社長さんからコカインをもらった。違う社長さん、これ話して大丈夫ですよね。大丈夫、もういいんじゃない、うん、そう、社長さんからもう2ヶ月スタジオ代が滞納になってて、うん、今日はそのお金が払われないなら放送しませんって言われて、え、そうなんだと思って、その番組作ってる社長にこうやって言ってますけどって言ったら、じゃあ4時半に来ますって、お金持って行きますって来てって言ってますって言って、でもその前回も前々回も来るって言って来なかったんですよ。だからこれはやばいかもしれないなと思ってたら、結局あの来なかった。だから俺だからあのツイッターで返信したけど、はあ、気づいてなかった。2時間ぐらい後だったから、はいはいはい、帰っちゃってます。あの時まだカラオケここ鳴ってたからね、これも放送できる時の感じなんだけど、夜は結構18時からは平気だったんですよ。あ、本当っすか。だから俺私は見結構ひどいね。見なかった。ひどいでしょ、ね、しかも私すごい張り切って、昨日私一人だけだったから、その番組が、もう資料とかコンビニでコピーして1000円ぐらい使って準備してたのに、うん、もうここでやるしかないな、その企画が。やっていいっすかね。あ、いいんじゃない。だって、まあ、詳しい内容聞かせてもらえない。 NG ないでしょ、あんまり。じゃあ なんかあのこの店はないです。その判件的なことが気になるって前言ってたじゃないですか。なんかまあ気にはなるけど、うん、ウォールト系ディズニー、違う、あのゲームの番組をね、あ、まあいいや、やろうと思ったんですけど、ね、うん、それは何でもいい。まあ、向こうでこういうことやってたんで、それをここでできるかっていう話をこの動画の後にすればいいじゃないですか。そのね、社長さんね、すごい気が弱い感じだったんですよ。いつもおどおどしてて、うん、悪いことなんかしなそうに見えたのにでも結局そのスタジオの社長さん曰く、電話もメールアドレスも変わってるって、連絡が取れないって言っててそんな状態なのに、なんかそう、モニカちゃん出ないって言ってるけど、本田さん一人で番組やるって来たから、あ、やりますやりますって言ったら、あ、じゃあ分かったっていうやり取りもしてて、何が分かったなのかが分からないみたいな。それはちょっと、まずいやつやな。なんか、ね、私がなんか結局連絡が取れないから本田さんが払ってくださいみたいになるんじゃないかと思って、すごい動揺してて、したらなんかもうこんなことになってかわいそうだから、うちで番組出ませんかって言ってくれて、だから今度から月1ぐらいで出さ、そっちで出させてもらうんですけど。よかったじゃん、うん、かった。うちでも企画ができて、うん、そっちでもできて、うん、そのいいスタジオを紹介してはい、知り合いになりたい、はあ、うん、なんかだから私払わされるのかなと思って話聞いてたら、出ませんかって言われたかも、もうと思って泣きました、その時でも涙腺弱くなって年食ったらいい。いや、もうすごいなんか怖いよね、責任転換って。怖い、ね、いや、あのそういう人もいると思うけど、あんま事情知ってたら言わないと思うよ、みんな大変だろうなってのは分かってるから。うちなんか最初タダでやってたけど、タダでやるとあんまみんな本気になんねえなとかっていうのがあったから、ドリンクで撮影するぞっていう話に変わった。でもめちゃめちゃ良心的ですけどね、うん、それが良心的だと思ってもらえなかったの、だから、あ、もうちゃんとやろう。すげえ、なんかよかったの裏話になってるけど。裏話だね、なんかないの、そういう裏話いっぱいありそうだよね。放送やめてちょっと裏話で話して裏話か。裏話を流す感じで。なんかあったっけな、話せるような話。いや、話せない話でもいいよ、ピー入れて。ピー入れていいの。ピー入れて。ピー入れていいんだったら、うんうん、なんだろうな、う
なんかいいよ、エロ話でもいいよ、何でもいいの、僕すごく早くて。あ、そうなの？行くのが意外で、あのちょっと最近ちょっとすごい、なんで顔が赤いんだよ。なんか最近すごいちょっと、あ、もう20代、うん、今26、平成前、平成元年、僕こう見えて26、平成ジャンプだ、ね、もっと若く見える、若く見える、でも見た目若いんだけど、うん、やっぱり昔の大学みたいになんか、うん、ね、オナニーを10回して次の日学校行けるかって言ったら、すげえな、昔は行けたんですよ、やっぱり。すげえ、痛くなるな、うち。いや、痛い、痛いね。痛いし、なんか一回トイレで倒れたことあって。うん、多分、酸欠で。テクノブレイク。テクノブレイク。死ぬかと思って、もう、はって出て、うんうん、まあ、家のトイレだったから。トイレでしてたの？うん。あの、わかる。よく知らなかった男性はみんなわかると思うけど、一回、精通が来る、精通っていうか、あの、はい、行くと、うん、おしっこ行きたくなるじゃないですか。あ、わかりますよね。そうなんだ。それで、うん、トイレに行ったら、うん、なんか僕、ああ、ああ、ああ、ってなって、ってなって、それが一回あったきりで、でも最近は本当に一日5、6回とか、ちょっと置いたしちゃうと、一日5、6回半端ない。次の日もう辛くて、今でも3回は限度かな、一日は。いや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 、一日1回でも結構びっくりするよ、26だったら。大丈夫、全然高校生とかならわかるけどさ、もう。俺40過ぎぐらいまで動画で、4ガラムとかやってた。はぁ、うん。それ仕事だからね。全然平気、なんかすごいな、相当多分女の子好きなんだなと思いますよね。そうだね、うん、なんか、なんだろうね、かゆいの。あ、まあ、かゆくなったことあるよ、なんか。いや、今年当たりなんですよ、なんか、ピーの当たりで、ピー病の当たりで。ピー病、今年に入ってから何人ぐらいと遊ばせてもらった？まだ一人です。そうなの？そうなの？あ、ちょっと帰れ。そんなほらめっちゃ持ってんじゃないの。別に女の子で遊んだっていうの別に、うん、そんな優秀だし、いやだ、遊ばしてもらったのかって、だから相手してくれたのは何人なのかな、分かんない、覚えてない私。それでさっちゃんさ覚えてないの。まあ、うん、まあ、今年はちょっと当たり年でいろいろとありましたけどね。病気が当たったってこと？初めて来ましたね。初めての？初めて来ましたよ。そんだけ遊んでて、もう怖くてすぐなんか痒くなって父親に連絡して、お父さんポコチンが痒いよって言ったら、お前それはクラミジアだ、すぐ病院へ行けって言われて。お父さんそんな話で切るの？うん、おいお前あれは わしも若い頃は4回4、8回になったけど全然平気だ、行けすぐって言って。血筋なんだね。うわーやだな、パパやだねって言ったら、うん、お前俺もお前が嫌いだって言われて。あのね、みんなそういう菌は持ってるのよ、うん、持ってるけど、ね、自分が、うん、持ってる菌と、うん、種類のちょっと違う菌だったからそれと対応できなくて、うん、発病してしまう。だからみんな持ってる。だから女の子が変わるたびに昔やばだからもう今年はちょっともう遊ばなくて、ちゃんとお仕事とか、うん、皆さんのためになるようなこといっぱいしたいなって思ってます。絶対嘘。ほら、本当です。絶対嘘だと思う。そう、今年はもう左牧前も死んでから、うん、30年ぐらい経つし、左牧前のことを。左牧前誰？助けてパパーやーの人。知らない。知らない？電話鳴ってる。左牧前とひまわりキャンディーズっていうのが昔いて、うん、76で歌手デビューしたクソジジイの、うん、すげえ裏になんか幼稚園のいっぱいガキがいて、うん、絶対ロリコンジジイだなって思って見せて、うん、でそれでね、デビューした翌年に確か、うん、その左は僕で死んじゃって。へー、うん、やっぱすごかったよね、助けてパパやーだからね、もうそれしかなかったな。全然わかんない、うん、ほら僕は小学校のしか聞かないから、うん、そういう話ことばっかりしか聞かないし、うん、左牧前って知ってますか？知ってるよ、あいつ。知ってんすか？52だもん。そう、高田さん笑ってるし。そう。左牧前52だったらなんかアイドルみたいなもんだよね。いやそれは嘘。アイドル。でも助けてパパーやとかって助けてパパーや。テレビで見てる。そう、多分そうだと思う。知らない。やめてけれって言うね。やめてけれ。やめてけれ。なんかズッピズッパーってやんだよね。あれはかっこいいよね。ああいうことやりたいよな。君がなぜ何でも分かるよ。そうですよね。女装をするって決めた時点だから左牧前が憑依してパパやーとか言う。分かんないだろお前ら。ほら。
なんか知んないけど楽しそうでいいやね。いやいいよね。もういい時間だぞ、ほら。あ、やっぱりやっぱり、うん、じゃあ告知やっちゃってくださいよ。告知はさっきと同じなんだけどいいの？いいのよ。いいの？あの、5日後だからこれ上がるのが。あ、そうなんだ。そう。あ、じゃあショールーム見てる連中は見えるってやつか。あ、ショールーム見てる人はまた同じだなって思う。じゃあ同じなんですけど、小雪ちゃんの、はい、あのすごい楽しいイベント、すごい晩餐会、5月14日、うん、土曜日歌舞伎町イハワンでやっちゃいます。すっごい可愛い女装いっぱいいるからね、行った方がいい。悪いけど俺一番だから。まあそれはそうそうそう、他はどうでもいいんだ。どうでもいい。おかまくたばれみたいな感じだけど。なんかおかま根絶委員会会長がおかまっていう。根絶すんのかよ。根絶でなんか断根女卑、あ、違う、断根女卑みたいな感じだけど、うん、まあめっちゃ笑ってる、うん、だから あの女エロいんだよ、なんかあとおかしくやるよ。あ、一発サンキューだからね。1839あとで一発サンキュー。555だよ。トラトラトラって言ったらなんか喜びそうだし。で、お前これも6時半からあの11時半まで5時間。あ、女の子とか変な格好してる男は3500円飲み放題、うん、なので、うん、本当に良心的なイベントで、あと可愛いスタッフの子たちもいるし、うん、まあ女装好きの男だったらもう全然、うん、あそこの女装の子と話したいなって言われたら僕は全然くっつけますので、うん、ご安心を、ね、おじさんいっちゃうかな。おじさん来る。なんか おじさんなんかよくわかんない、ほぼに付き合わせればいい。かわいそう。いいよね、なんか女装の子がいいって言ってる、なんかね、うん、あの北斗の拳のラオウみたいな本を紹介して、いや、おじさんこういうのが好きでしょって言って、おじさんちょっとこれは無理だなとか言って、やめてくださいって。そう、だからおいおい、そんなの入らねえぞみたいなこと言い出して、トキさんなんか動くな動くなって、トキさん柔らかそうだから、なんか動いたらボンだみたいな感じで、ホモにモテそう。なんか最初会った時は絶対ホモだなと思ったし。そうなんだ。なんか水木しげるとか好きそうだなと思って。水木しげる、北郎だよ。が好き？もうあれもホモっぽいよね。わかんないけど。なくなりましたっけ？よく女装はしないんですかとか言われるんだ。あ、でもなんか、でも元々なんか女装してる人かなっていうのちょっと思って。そう。こういう人してますよ。してる。そう、やっぱりなんかちょっとふくよかな方が女性らしくなるから。まあ俺痩せたいんだけど、まああと5キロ痩せるので。でもこの輪郭はいないよね、男で。あって完全に女だよね。だって僕は絶対女の子だもん。絶対前世女だよ俺。文豪ですけど、一応前世は。あの明治時代の文豪で。はい、本田さんの。はい、告知。私、いろいろやってますので、ツイッターブログをチェックしてください。よろしくお願いします。そう、協定の予想から役の売人までみんなやってるみたいな話ですけど、やってねえよ。武器が欲しい人は連絡はどう？いいね。まあ武器なんて日本製は結構いいですからね。そうなん、昔はドイツ製って言われて、酔っ払いみたいだよね。飲んでないんだよ今日は。飲んでないんだよね。全然大丈夫ですね。じゃあ次回からは何、あの小雪のなんたらかんたらってこと、番組始まる。そう、小雪のたま、たま、たま、たまあり友達、うん、はい、たまあり友達、はい、見ての通り、たまがありますみたいな感じで、はい、女装呼ぶ番組したら面白いよ。いやだよ、女装とか呼びたくないよね、イライラするし。そう、うん、なんか、うん、みんな言語障害だし、まあね、まあね、ガッ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 とか言い出すから。君が外見は女で中身男だからそう思うだけだろ。ガッ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 、ちゃんと日本語喋れって言ったら、ちょっとこじらしてる人多いからね。いや、いいよね。まあいいんだよ、あいつらもあいつらで楽しそうにやってるから。そうか、僕はまた叩かれんぞ。叩かれんぞ。やだ、まあ、私か。俺も。もう怖くねえぞ。怖くねえぞ。ほら、ペガサス流星剣。戦ってやるぜ。イエーイ。もう一回。いいよ。終わり、終わり。バイバイ。本田幸子のたまげた友達でした。たまある友達でした。バイバイ。たまきん。